フェイト、ステイナイトフェイト、プロトタイプ。フェイト、プロトタイプは、ナスキノコが執筆した未発表の小説作品を原作に制作された、ショートアニメーション作品。当記事では原作にあたる小説、スピンオフ作品である、フェイト、プロトタイプはオイギンのフラグメンツ、フェイト、ラビリンスについても触れる。キャラクターマテリアルにおいて初公開された、タイプ。 ムーンレーベルで発売された PC ゲームソフトフェイトステイナイトの原型にあたる作品。その当時の歌唱は原作版フェイト旧フェイト。なお原作版フェイトと本作では若干の変更が加えられている。設定や登場人物などは発売されているフェイトシリーズとは大きく異なるものの、聖杯をめぐり7人のマスターが従えた7体のサーバントによる バトルロイヤルという聖杯戦争を舞台にした電気物語という点は共通している。本来であればファン向け特本であるキャラクターマテリアルなどで語られる没ネタだったもののカーニバルファンタズムサードシーズンの特典映像としてフェイトプロトタイプと題したラルケ制作の約12分のショートアニメーション BD と設定資料集プロトタイプマテリアルが付属された。 竹内隆によれば、原作版フェイトの見どころを集めたダイジェストであり、この作品がこれ以上の展開をする予定はないと表明されている。だが、その後、メディアミックスとして、ファンブックやドラマ CD を展開、また PSP 専用ソフト、飛び立て、長時空トラブル花札大作戦にもゲストキャラとして登場を果たしている。そして、 コンプティーク2013年8月号より、文、桜井光、絵、中原で本作の概念小説、フェイト、プロトタイプ青い人ンのフラグメンツが、月刊、コンプティークにて、連載開始された。旧、フェイトにおける設定は、キャラクターマテリアル、フェイト、コンプリートマテリアル2を出展としている。声優は、特筆事項がない限り、カーニバルファンタズム及び、 青い銀のフラグメンツドラマ CD での配役。この記事は以下のカテゴリでも参照できますフェイとプロトタイプ青い銀のフラグメンツに関するカテゴリありがとうございます。